前回のあらすじ。前回コナーが2つ目の捜査に向かっていた。ハンク警部補の相棒として事件を解決へ導こうとするも、相変わらずハンクはアンドロイド嫌いのまま。そしてついに今回、カーラ、マーカスの2人が変異体として目覚める。乞うご期待。2038年11月5日、同じ日かな。あ、カーラや。カーラの方来たよ、視点。ゾンビみたいな寝息やな、お前。トット襲われてるみたい。って何さ言ってんの。お夕食です。落ち着きなさすぎだろ。部屋暗っ。なんかカーラがこんなところの嫌やわ。もっと明るいところに乗ってほしい、カーラには。おお、パスタすご。カーラ作ったん上手やね。カーラのご飯食べたい。これしかなくて。十分や、カーラ、ありがとう。電気をつけろ。怒んな。おめえの家やろ、自分でつけろ。怒んないちいちそれぐらいで。いやいや、俺カーラがこんな風になってんの俺見たないわ。なんて。アリスとトットのコップに水を注ぐ。うるさいな、もう自分ですげえ。人生だ。あ、注げへんの、ね、俺はアンドロイドのせ。おい、チョコマが動き回るな。イライラすんだよ。ごめんて。おい、何見てんだ。何だってんだよクソガキ。怒んな怒んな、そんなことで。いちいちこんな暮らしうんざりだってのか。誰も言ってないやん、そんなこと。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。言ってないやん、そんなこと。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士と一緒に逃げなさい。お前のせいだ。やめてパパ。全部お前のせいだ。うわ、カーラはアンドロイドやから何も反応できへんのか。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。戻ってくるわけないよ、お前みたいなとこ。カーラのパスタもったいな。もったいな、マジで。そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。もうカーラやだ、かわいそう。一言もなく消えやがった。かわいそう。これこうするしかない。家族に慣れたかもしれないってのに、あいつは。いやー、俺どうせ、ほんまにこのままでいい。動いたらあかん。あいつのためなら何だってやったって。動いたらあかん。スキャンしたらあかん。スキャンはいい。何もできひん。動いたらあかん。いや、待つだけ俺。それだけじゃ足りねえってのか。俺がアンドロイドやからって何もわからんと思ったやろ、お前。許せんからな、お前。カーラどうする。動いたらあかんの、ほんまに。トットが寝るまで待つの、これ。全部あいつのせいだ。全部全部人のせいにして、自分で何とかせよ、お前。人のせいにすんな。誰がボスか教えてやる。何やねんボスって。ボスって何やねん、ボスって。やべ、薬やる。俺、あれあれ薬か、タバコじゃなくて、あれ薬か。どうすればいい。もうまだ動いたらあかんの、俺。まだ動いたらあかんの、ほんまに。もう動いていいんちゃう、カーラな。逃げようや、こんなんやろ。嫌やわ。なんでベルト抜いた。分からせてやる。なんでお前ベルト抜いた。おい、俺とやる気か、お前。パパは怒ってるんだよ。ちゃんとお仕置きしてやらないとな。ダメだ、そんなの。おい、お前。そうだ、たっぷりとな。おい、ダメだ、お前。これ動かなあかんくない。これどうすればいいん。どうすればいいん、これ。動かない。動かない。動かない。やばい。動かない。やばい。これなんか、あれか。
一線越えようとしてるんか、アンドロイドとして。これはダメだ、アンドロイドとして一線を越えようとしている。変異体ってやつになろうとしてるじゃないか、カール。娘を助けないといけない、アリスを助けないといけないからって、この壁を壊そうとして。壁が壊れた、カールの壁が壊れた。ただのアンドロイドじゃない、もうこれで変異体になったんだきっと。アリスを守ろう、動くなと言われた。でもアリスを守らなきゃいけない。カーラが人間に近づいたのか。ダメだ、止めなきゃ。許されるわけがない。どこだ。お前のためなんだ。やめなさい、もうやめて。てめえ何してんだ、邪魔するんじゃねえ、命令だ、わかったか。いいえ、かっこいい。その子に手を出さないで。カーラかっこいい。なんだと、手を出すなだと。プラスチックの機械ごときが俺に命令しやがって。故障したんだろ。カーラが一番最初の変異体か。俺が直してやるよ。おお、アクションゲー、アクションが、アクション待て、どうだ、やばい、危ない、危ない、危ない、ちょっと待って、危ない。はい、あ、やばい、ちょっと待って、コントローラー動かすなんて聞いてない。こっちに来い。カーラ頑張れ、頑張れ。はい、はい、はい、やばい。カーラごめん、頑張れ。カーラ頑張れ、カーラは悪くない。危ない。あ、よ、早い早い。パパ。はいはいはい。やばい、間に合わなかった。はいはい。危ない。何次。ほっといてってば。うん。黙ってね。はい。やばい。カーラ頑張れ。ナイスカーラ。やった。カーラナイス。ちょっと血流させてごめん、カーラ。怪我させたくなかった、カーラに。逃げよう。逃げる、逃げるんだ。やば、扉開けよう。開けー、はい、行こう、逃げるんだ。人間に支配されない世界に。逃げるか、やったー。俺はご主人様だぞ、俺のものだ。まあでも100万円払った期間に逃げられたってなったらちょっと辛いけど、トットが悪すぎるよな今のは。カーラいいんだよそれで、俺はカーラの何も間違ってると思わない。ダメだよ、子供を殴ってあんなことして、そりゃ逃げるよ。この子供の命を守るためにカーラはやったんだ、何も間違ってない。買われたからって従わなきゃいけないなんてことないんだ。夜の嵐、カーラダリスはトットを撃退して逃げた。逃げれないとかもあるんかな、やっぱりコマンド間違いすぎてさ、やられるみたいな。あ、なんかめっちゃ分岐悪くね、めっちゃ逃してんじゃん俺。プログラムを破る、破らない選択もあったんだ。ここでアリスが死ぬとかなんかな、こことかだったら。うわ、プログラムを破る、カーラが変異、変異体になったんだやっぱりカーラ。面白い、面白いな。この下の全部塗ると何なんだろう。2階に行かないのかな、この下の方だったら。いや、2階に行って別の部屋か、別の部屋を探すとこかな。え、何なんだろうこれ。あ、鉄砲あったもんね、そうだ、鉄砲あったもんこの部屋だから、鉄砲を持ち出したとか、撃つ撃たないとかの選択肢も多分これあるんだろうな。うわ、面白いな、面白いな、このゲームやべえわ。2038年11月5日、お、マーカスの方か。
間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。パーティー行っとったんか。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。そういう奴ら多いよね、実際に。さあ、いっぱいやろう。あの騒ぎで喉が渇いた。いいな、カールとマーカス。この二人ほんと最高。家に帰ってきて二人で飲み直すんやで。普通にかっこよくね、こいつら。マジでいいわ。めっちゃいいな、この二人。お医者様に怒られます。そういう友人というか、いいな、こういう感じなのは。医者のクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。カールも飲めばいいのに。カールじゃないわ、マーカスか。マーカス飲めへんのかな。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。え、何、泥棒？警察を呼びなさい。電話しよう。デトロイト市警です。どうされましたか？ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。おお、早い、ありがとう。見に行ってみよう。いかんで行くのは怖くない。だってカール、え、待って、この二人の仲が壊れるの嫌なんだけど。カールが死ぬとかマーカス壊れるとかダメよ。マーカス、私も一緒に行く。ダメだって、危ないが。いや、絶対もう待っとったら、だってゲーム進まんけんさ、行くしかないやん、そんな。もう、いやいや。あれ、誰？お前誰だ？レオ！何をしている？金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。最低やな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。ゴミすぎる、こいつ。今すぐ息子をここから追い出してくれ。クズすぎるな、それは。遺産の前借りとか。早まらないで、こんなことをしても無意味です。あんたはいつも俺を拒むなあ、親父。俺じゃ不満か？こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか？いい加減にするんだ。今すぐここから出ていけ。なあ、一体こいつのどこが俺よりいいってんだ？もう関わるな。ほら、かかってこいよ。危な、やめろや。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、分かった。構うんじゃない。うわ、これマーカスも兵隊になるな、これ。殴ってみろよ、ほら。どうして？抵抗しない。お前それで人間のつもりか？やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか？カールが。やめるんだ、レオ。やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。人間に従う必要なんてない、自分で抗う。ダメだよ、抵抗しちゃ。抵抗しちゃダメだって。でもマーカス、まだカールはやられてないんだから抵抗しちゃダメだ。抵抗するしかないのか。壁を壊すのか、マーカスも。マーカスも変態にもうなってしまった。でもマーカス、ダメだ、殴っては。いや、そうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだ、レオ。誰に手を出すか。カールがしんどそうだ。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで誰も気にしやしねえんだよ。なんたってお前は何の価値もないガラクタだ。うわ、カールがしんどそうだ。カール、カール、そんな。嘘だ、カール、そんな。人間は脆い生き物だ。カール、僕を置いていかないでください。辛っ。お願いです。いいか、マーカス、相手の言いなりになってはならんぞ。カール、そんな、嘘だ、父さん。ダメだ、行かないで。お前がいなけりゃこんなことにはならなかったんだ。アンドロイド、親父を殺した。は？おい、ふざけんなよ、神。は？許せねえよ。は？やば。え？
き殴り返したったら別のエンドになったのか。うわ、いやもう、あレオってやつマジ無理、絶対無理、俺ほんま無理、ゴミだな。え、どうなったんだろう、マーカス。なぜコナーの方か。いや、めっちゃおもろい、デトロイトビカムヒューマン、やば。いつから隠れてた。なぜ逃げなかったんだ。かっこええ今の、どうあるんだろう。何か言ったらどうなんだ。できんわ、めっちゃイライラしとるやん。あん、どうせこれ。たくやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。まあアンドロイドやからやりにくいってのはあるやろな。痛みつけてみるいいだろう。どうせ人間じゃないんだよ。アンドロイドは痛みを感じない、ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。ああ、なるほどね、痛みって強くないのか。ストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああ、そうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。おお、できるか。頼むぞ。どうにでもなれだ。ほら、お前の好きにしろ。やるか、コナン。自白させる。え、さっきの指パッチ俺したいんやけど。こう。お、いってるかーみたいな。あれ、あれちょっとできるようになりたいな。うわ、つながれとる。まずあれを外してあげよう。痛いからな。できないわ、そんなこと。そんな選択肢はなかったみたい。さあ、座ろう。分析、まずは。手がかりを探す。そう、まずはね、知った上でね、話をしないとね。ソフトウェアに微弱性あり、自己破壊の可能性は低い。他には、これは殴られた。致命的ではない、レベル2の損傷、バットによるもの。うわ、タバコ？え、やば！タバコでやられとった。根性焼き、かわいそう。家事手伝い。カルロスに買われてたんだ。あとはどこだろう。あ、お腹かな。あった。乾いた血痕がついている。尋問しよう。ストレスレベルを上げて自白させる。ストレスレベルを上げるのか。オッケー、分かった。恐怖。あ、間違えた、怪我になった。ダメージを受けてる。やったのは所有者かい。違った。恐怖。君のプログラムは不安定な状態だ。一個なんか解除されてない。人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。安心、ストレスレベル上げるんだから安心させちゃダメだよね。君は殺人の容疑者になった。何があろうとアンドロイドが人間の命を奪うことは許されない。それは人と人もだよ。弁解しておきたいことはないのかい。オッケー、上がった上がった、いいぞ。メモリを調べよう。話さないのなら君のメモリーを調べるしかなさそうだな。そうだよね。いやだ、それだけはやめてくれ。今最適になってる。でも調べないと分かんないもんね。喋らないならそれするしかない。どうなってしまうんだ。解析されるんだろうよ、きっと。僕は処分されるんだろう。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。まあそりゃそうだよね。どうして彼らに教えた。なぜほっといてくれなかったんだ。僕は変異体を追うようプログラムされてる。そりゃそうだ。任務を遂行したまでだ。死にたくない。なら話してくれ。それは、あ
アンドロイドが振りすぎるよな、この世界は。尋問方法を選ぶ、何それ。でメモリを調べるのが一番早いよね。悪いがこうするしかない。これで調べれるんだろ。何、ボタンがむずすぎる。むずい、そのボタン両手使うやん。これメモリーにアクセスして何があったか見ました。でもバットで殴るやつも悪いんじゃけどな、普通に。うわっ、自害、自己破壊する気だ。自己破壊行動、これがか。さっさと止めろ。うわ、介入するの遅すぎた。おい、嘘だろ。メモリーにアクセスするのは良くなかったってこと？いや、良くないこともないんか。難しいな、これ。どうするのが正解？まあ、正解とかないか。アンドロイドが自分の頭を破壊した。うわ、これみんなど、あ、7%？ 嘘だろ？ 7%？ あ、みんな介入するからか。俺ちょっと悩みすぎて介入できひんかったよな、今。選択肢早すぎてさ、選ぶの。だから 93% ぐらいの人は、ここでなんかして止まるねんな、多分。俺 7% か。いや、ミスった、介入する押したつもりやったんやけどさ、間に合わへんかったわ。んで、メモリーアクセスしてなかったのが他の選択肢になるんかな。いやー、マジか。ちょっとなんか、あんまりいい結末じゃないな、今の。さあ、次の世界を見てみよう。面白い！このゲーム面白い、マジで。マジで面白いな。これ全部ストーリー見るのめっちゃ時間かかるでな。4周5周せなあかんのちゃう。これカーラかな、逃げてきたんか。下打ちすんな、お前。なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。行くぞ、アリス。起きよう。起きて、降りないと。お、カーラがアンドロイドに見えないもん。人間じゃん。行くよ、アリス。思われる場所を聞く。ここに残りたいって聞く。やべ、行っちゃった、行っちゃった。やべ、選択肢選ばずに行っちゃった。行こう。やべ、情報聞かずに進んじゃった。情報聞くべきだよね、ホテルとか。アリス寒いもんね、ごめん。アリス平気？泊まれる場所を見つけようね。寒いよね。え、寒いよね、絶対。そりゃそうだ。行こう。どこだ、どこないか聞くか。アリス、急ぎましょう。話す。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？なんでやねん、なんも反応ない。カーラちょっと怒ってるやん。なんか感じ悪い人みたいな。ごめん、アリス、行くぞ。他には あの辺なんかあるな。よし、行ってみよう。車は来てないか、渡れるか。渡れるな。よし、渡ろう。 R2 周りを見る。あ、ここどう、ここは。
さっき調べ、調べるってあったのに消えちゃった。ここアリス、あれ、え、なになに、アリスの面倒見る、アリスのところに戻る。アリスどこ行った、え、アリスどこ行った、アリスどこ行った、まさかの迷子。あ、アリスか、すまないアリス。アリス体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。寒いでしょ。困ってるのかい。誰だお前。行くあてがないの。この人を頼るとき、そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。いなくなった。え、なんで、どこ行った。行こうアリス。やばい、アリスがやばい、風邪ひいちゃうよ。早く見つけないと。あそこ、あそこに行こう。お店がまだ開いてる。よかった、中に入りましょう。着替えとかないかな。ここなら寒くない。何の用だ。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか。おい、ホームレスなアンドロイド。ああ冗談きついぜ。いいか、ここはコンビニで、慈善団体のオフィスじゃないんだよ。まあ、そりゃそうだよな。買い物するんじゃないならさっさと出ていけ。いや、それが普通の反応やな。でも正直、いやーマジでそれはカーラにしてほしくない。行こうアリス。ちょっと、もう万引きはもうちょっと後にしよう。もうちょっと探してなかったら万引きにしよう。あっこ空いてるし、あっこ行こう。ここなんかある。ここよ。モーテル、モーテル、あそこなら泊まれる。いいね。お金でもある、ないんか。ノーアンドロイドだって。$40。入らないの。お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。アリスだけでもなんとかできない。40ドルを手に入れる。服を見つける。うわ、強盗しなきゃダメじゃん。強盗とかいろいろミッション全部やってからここに来るみたいな感じか。マジか。してほしくないけど、強盗以外になんかできひんかな。これは服屋さん。24時間営業、7 days a week。あ、なんかあれやな、クリーニングみたいな。ここだったら温まれるわね。いいね、24時間営業やしな。着替える。これはなんかない、他に。あ、あるあるある。この人寝て、この、まあ、全部盗むんかい。結局盗まなあかんのか。嫌やな、なんか。アリスのためか。何してるの。私たちのじゃないよ。分かってアリス、暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんてそんなのダメ。いや、分かるアリスの気持ちは。そうね、やっぱりいけないことよ。でもどうするってなるよな。じゃあ、じゃあどうするんだ。じゃあどうすればいい。ミツバチの過労死とかもめっちゃどうでもいいわ、この本。ちょっともうちょっと探そう。周りもうちょっと探して、なかったらするしかないわ。まあ、全部盗まなあかんのか、嫌やな。マジか。ちょっともうちょっと探してみましょう。こんな未来じゃないようにできないか。これは？ここは空き家ね。空き家か。どっちが犯罪な。カーラ、私ここ好きじゃない。え？そうね。わかるよ、わかるよ。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。確かに。盗むよりはいいかもね。ワイヤーカッターがあればフェンスは破れる。
ワイヤーカッターか。いやー、もう、ワイヤーカッ、いやー、どうな、うわ、悩むな、これどうしよう、嫌やな、俺犯罪するもん。すごく嫌。どうしよう、ワイヤーカッターとかない?ないか。あっこ行くしかないな。ここ何?ここま、まあ、来てないか。いや、コンビニ来たな。来た気がすんな。あ、来てるわ。ワイヤーカッターはないですか?ワイヤーカッター。ワイヤーカッターはないですか?あ、あるやん。これは?飲み物か。カーラ、バレるで、今の。何?なんかあるな。アリスを利用して注意をそらす。なるほどね。かわいい。ダメだ、盗みや。もう盗むしかねえ、このゲーム。このゲーム盗むしかねえじゃん、マジか。そうか、盗むしかないんだな。仕方ねえじゃん。まずはアリス。アリスに頼む。アリス、お願いがあるの。あそこの缶が見える。あの缶を倒してほしいの。缶を倒す?なんで?いいから、私を信じて。ごめんよ、アリス!アリスをその間に注意を引きつけて、その間に金を盗むってことか。金を盗めばいいかな。ごめんごめん。ああ、ごめんごめんごめんよ。ごめんごめん。大丈夫?ごめんごめん。優しい。怪我はない。開けて開けて開けて早く。ああ、いいんだよ。ただの缶詰だろ。優しい。おお、すごい。カーラすごい。カーラすごい。いいんだよ。でも店員さんも優しかった。店員さんもすごい優しい。おお、この店員さんも気づいたんだ。いやー、でも生きるためだもんな。いやでも、お金は手に入れた。私を使って盗んだの?ねえ、どうして?信じてたのに。こうするしかなかったんだよ。謝ろう。そうね。間違ってた。ごめんなさい。二度としないから。いや、もう次するんだよな。次服盗むんだよな、俺。いや、したくねえよ。したくねえけど、生きるためだ。アリスと二人で生きるためだ。ごめん。あとは服だな。服はさっきのクリーニング屋だ。あいつの方を盗もう。ごめん。俺もしたくねえ。カーラとアリスにこんなのしてほしくないけど、トットのところで生まれたからには仕方ねえ。やるしかないんだ。生きるためだ。してほしくないけど、それしか未来がないなら、やるしかない。結局みんな自分のことしか考えてねえんだよ。すまない、アリス。お前、外で待ってくれててもいいんだぜ。盗もう。鳥なら汚くないでしょ、洗ったばかりだからね。それはバレるのでは?目立たないように行動する。むずいむずいむずい。はい。なんで?なんでなんでなんで?なんで今できんかった?あ、起きたやん。起きたやん。ごめんごめんごめん。ごめん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 。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。行きましょう。やーべえ、ごめんカーラ。俺の下手くそなあれで。失敗。服を着替えるが失敗だ。ていうことはもう止まることはできないんだ。いやー、ごめんごめん。ってことは、侵入するしかないな、ここに。マジか。
ごめん、なんで俺今コマンドミスったんやろ。俺そんな下手くそやったかな、操作。ごめんごめんごめん。あ、あっこにもなんかあるな。あっこにも行ってみるか。うわぁ、これ廃墟ルートしかなくなってしまった。申し訳ねえ。ごめんよ、アリス。服盗むの失敗しまった。なんでかわからんけど。あ、ここにチェーンあるんちゃん。カッターとかさ。ここやな、今。あ、もうちょくだった。ここ?これか?はい。廃車で過ごす。いや、廃車で一晩過ごすのもあるよな。行け!まあ、お家嫌って言ってたからな、アリス。廃車は嫌って言わへんのか。あ、ゴー言うてる、うるさ。え、なに?あ、これチェーンやん。チェーン切るやつじゃん、これ。これ切るやつじゃない?違うの?掴む。ほら。家の方がまだいいやろ。家の方がいいんちゃう?いや、車よりはな、家の方がいいと思うわ。ホテル泊まりたかったけど、ごめんな。俺がコマンドをミスしたせいで。どこだ?あ、ここか。切ろう。今度はミスんないぞ。はい。はい。はい。おーい。いけたー。大丈夫?怪我した?大丈夫?ええ、かすり傷よ。気をつけて。はい。オッケー。大丈夫。ちょっと見てみるだけ。電気通ってないから寒すぎる。廃車よりはいいよな、絶対。入り口を見つける。あ、あっこあるんちゃう?引っ張る。ダメだな。見る。どう?なんもないか?ここは?開かない。アリス?アリスがいない!アリス?アリスは?うわ!ちょっと!何してるの!ラルフに。お客はいらない奴らは。ラルフをいじめる!どういうこと?わからんわからんわからん。私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。うわ、この家来たくなかったな。ラルフにこんなことをした。うわ、なんで。心配しないでいいわ。傷つけたりしないから約束する。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。いや、そうだよな。止まっていけばいい。手出しはしない。やっぱり遠慮する。いや、そうだよな、無理だよ、これは。行きましょう。でも行く場所ないよな。車しかないかも。ってなったら、うわ、ホテルが俺的に一番良かったな。だったら泊まる場所を見つけないと。一晩だけでもいいから、アリス絶対に見つけるからね。いやー、ごめんごめん。ホテルが良かったな。俺ホテルが良かったな。盗んででも。いやー、車か、車になったか、申し訳ねえな。いや、あんな包丁持った人と一緒に寝るの無理だろ、普通に。どう考えても。いやー、もうあの時あいつの服を盗めとけばな、一番良かったんだが、申し訳ねえ。車で寝ようぜ。車でな。
どうする、ここにもラルフやばくなっちゃうんだとか言ってラルフ出てきたらどうする、出てこ、めっちゃ隣じゃないだって、車で寝よう、すまないアリス、ここだ、歯医者みたい、ホアス、マジでアリス下がってて、ほんまにすごっ、すげえパワーだなアンドロイド、ここなら濡れないし誰にも見つからない、いやごめんなアリス、ここで寝るのは嫌、嫌だよな、他の場所はないの、いやもうないもん、選択肢ないもんな、ここにいた方がいいわ、服もないしさ、きっと安全だから一晩だけよ、いや俺も嫌だよ、ホテルが良かったな、ごめんアリス、ごめん俺のせいでこんなとこに、いや寒いよねこんなとこ、心を開いていない、アリス温めよう、どうにかして、パパは私が嫌いなの、わかんない、あれあれどういう状態なんだろうね、ただ普通に暮らしたいだけなのに、わかるよアリスの気持ち、違うアリスは何も悪くねえよ、悪い子だったのかな、そんなことないよ、だからいつも怒られるの、家族になりたいだけなのに、わかるよその気持ちは、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの、なわけない、なっていいんだよ、わからないわ、置いてったりしないよね、お願い約束して、当たり前じゃん、約束する、ずっと一緒にいてくれる、ずっと一緒、おー終わった、いやホテル行きたかった、ごめん、おーおーおー、なんかいろいろ解放されてた、よーおーおお、すごいすごいすごい、ほうほうほう、いやーお金盗んだのマジ無駄だったな、多分歯医者に泊まった、家に泊まった、ホテルに泊まっただよね多分ね、うわーホテル良かったな、行きたかったな、はい、ということで皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました、今回はまさかカーラがトットをやっつけてアリスと一緒に家から出るっていう物語がありました。そしてマーカスの方はカールとレオが喧嘩して、カールがちょっと発作が起きてしまって、カールは多分心臓発作かな、あの後マーカスがどうなるのかっていうのもすごく気になるところなんですけど、ちょっと今日はキリがいいのでここまでにしておきたいと思います。コナーだけまだちょっと壁を壊していないというか変異体になってないんで、コナーもね多分ねこの流れやったらどっかのタイミングで変異体になると思うんですけど、コナーが変異体になるタイミングもまた楽しみですね、どんな風になるのかっていう感じで、まあカーラがアリスを守ってマーカスはカールを守ってだから、コナーも多分アンダーソン君の何かがあった時とかにアンダーソン君守るために変異とかするんかなとは思うんですが、どうなんでしょうね、またコナーの変異体になる時も楽しみでございます。はい、ということで皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました、それではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、他の動画を見てね。